人吉市からお礼のハガキをいただきました人吉豪運被災者支援小型仏壇無償提供のお客様でございますこちらこそ心よりお礼を申し上げます金箔が吹いてもはげない国産仏壇人吉熊谷白足北仏壇支援隊隊長永田光輝でございます2021年5月の16日日曜日 今ちょうどですね5時、えー、52分の朝動画でございますあ今日が晴れてきましたね朝結構夜中は結構降ってたんですけどですねで朝はやっぱり1819度だったからかなり暖かい朝でございます日曜日の朝でございますはい、まあ、ありがたいことに見てくださいもう人吉のですね被災者様これ豪もうすぐ1年になりますけどね人吉豪雨の被災者様にこちらの 小型仏壇を無償提供という形でお届けしたところからお礼のハガキが来ましたもう本当にありがとうございます今から読まさせてもらいます先日は心安らぐ仏壇を熊本より手渡しで持ってきていただき本当にありがとうございます昨年の7月豪雨よりあっという間の10ヶ月です施設入所の母が起床して 仏壇に手を合わせる姿が目に浮かびます心より感謝いたしますもうこちらこそですね心より感謝いたしますもう本当素晴らしいもう一番私たちがこれ元気が出ます勇気が出ますありがとうございます今年もですね頑張ってですね 配っていきますので、もう,初盆がます、ね、もう7月の3日4日が1年になります人吉豪雨発生からですねでこう初盆の方もいらっしゃいますのでですねこちらのお仏壇それと盆上灯もですねもしも必要な方がいらっしゃったら行ってくださいこれはあのお届けいたします。一緒にですねセットでお届けいたしますまああのそれとですねあのこういう形でですねたくさんの、まあこ こちらの方とは別ですが、これが84枚目かな、84枚目、これだけたくさんの方からですね、ありがとうございます、もう絵手紙ももらいましたもう、全部手書きです、ありがとうございます、もう本当う嬉しかったです。もうあの 何よりもですねこれが我々の励みになりますのであのもう本当にですねこれはもう私の宝物でございますけど大切にいたします、それとですね今、もう万延防止が熊本もかかりましたコロナで大変な方がいらっしゃると思います、ですから自殺しないでコロナ生活苦、被災者様にですねあの、まあ、生活が困っていらっしゃる方にお仏壇無償提供いたします。あの を拝んでくださいでね早寝早起きして断酒してお酒をあの結構ですね深酒しとられる方も多いと思うとですよやっぱ焼け酒で帰ってですね運気が逃げます体も弱る心も弱る運気が逃げるですから断酒をされてですねお仏壇も拝んでくださいで心と体は休めたらですね必ず道が開けますけどですね、まあ、そういう形でですねこちらのお仏壇も言ってください096329の0224言っていただければですね無償で提供いたします。 はいまあ、それはともかくとして、はいまあ、すいません長くなってすみませんねあの人吉豪雨被災者支援仏壇無償提供心安らぐ仏壇をありがとうございます人吉 A 様から手書き手紙お礼はがきいただきましたありがとうございますお母様にもよろしくお伝えくださいませ喜んでいらっしゃるとのことでございます心より感謝の手書きお礼状ありがとうございますもう何よりの励みです 自殺しないでコロナ生活困窮者支援、被災者様にもですね、仏壇提供いたしますので、096329-0224、お電話お待ちしております。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は点、お祈り申し上げます。